早くじら、早くじら、人ゲイは、大日本帝国海軍の潜水母艦。早くじら型潜水母艦の一番艦。艦名は、くじらの別名で、日本海軍の軍艦としては早くじらに続いて二代目。早くじら、人ゲイは、日本海軍が、三菱長崎造船所で建造した、潜水母艦。廃艦になった88艦隊の戦艦や、巡洋戦艦の機関部を流用し、 1923年、大正12年8月30日に、水雷母艦として巡航した、翌年12月1日、潜水母艦に類別変更。姉妹艦長クジラと共に、日本海軍が最初に保有した本格的、潜水母艦である。昭和時代に、一型潜水艦などの大型潜水艦が、充実すると、能力不足が顕著となり、1938年、 昭和13年以降は、新型潜水母艦のオクジラや剣崎に潜水船隊機関を譲り、長芸と共に練習艦や工作艦になった。だがオクジラが空母流砲に、剣崎が空母小和を取りに改造されたため、早クジラ、長芸とも再び潜水船隊機関に返り咲いた。1940年、昭和15年11月15日、早クジラは、 第四艦隊機下の第七潜水戦隊機関となった。太平洋戦争開戦時の早くじらは、引き続き第四艦隊機下の第七潜水戦隊機関であった。1942年、昭和17年7月14日、第七潜水戦隊は、新編の第八艦隊に編入され、本艦もラバウルに進出した。1943年、 昭和18年1月上旬、早くじらは内地に帰島する。1月15日より第七潜水船隊機関を長芸に譲り、以後は瀬戸内海で潜水艦部隊の練習艦として過ごした。同年末には長芸も内海西部に帰島し、共に練習艦任務に従事した。1944年昭和19年になると早くじら型も輸送任務に投入された。 9月19日、早くじらは、沖縄方面輸送作戦に従事中、米潜水艦の雷撃を受けて大破する。沖縄本島の本部半島西端沖の瀬底島で、係流中、10月中旬に、米軍機動部隊艦載機の攻撃を受けて沈没した、10、19周。日露戦争第一次世界大戦当時の潜水艦。 潜水艇は限定された能力しか持たず、居住空間も含め、常に、母艦の支援を必要とした。しかし、日本海軍の潜水母艦、潜水艇母艦や、潜水船隊機関は、輸送船や旧式海防艦、巡洋艦改造の艦艇ばかりだった。早くじら型は、日本海軍最初の本格的潜水母艦であり、艦隊に随伴可能な速力と高揚性。 特設巡洋艦や駆逐艦程度に対抗可能な戦闘力、機関としての通信能力、補給能力、母艦としての居住性能、簡易工作艦能力を合わせ持った多用途艦である。また訓練時には仮想敵としてメリーランド級戦艦などと仮定されることもあった。なお、日本海軍の本格的潜水母艦は、大クジラが進行するまで早クジラ型二隻、早クジラ、 長芸しかなかった。これは有事には大型化客船を潜水母艦に充当する予定であり、平時では艦隊訓練用に2隻あれば十分だったからである。早くじら型2隻は88艦隊案の水雷母艦として計画された。ワシントン軍縮条約により88艦隊は建造中止となったが、早くじら型は軍縮化の新軍備計画の一部として、 建造されることになった。また、民間技術者と建造能力維持のため、二隻、早くじら、長芸とも、三菱長崎造船所での建造になった。この際、軍縮化で建造費を節約するため、88艦隊主力艦用として製造されていた、ボイラー、艦式ロボコン年間を流用した。当初計画では、早くじらのボイラー6機は、 天城型巡洋船艦4番艦高尾用のものを流用予定だった。早くじらは1921年、大正10年2月17日、日本海軍は建造予定の水雷母艦を早くじら、神ゲーと命名する。3月3日、早くじらを水雷母艦に類別した。1922年、大正11年2月16日、三菱長崎造船所で寄港。 1923年、大正12年5月4日、浸水。8月30日、水雷母艦として竣航した。佐世保鎮受付席となった。10月1日、第一艦隊機下の第一潜水船隊に、編入される。同年12月1日、末次の部馬佐少将、当時、軍令部第一課長が第一潜水船隊司令官に就任する。 当時の一戦線は、防護巡洋艦地区間、母艦早くじら、第四潜水隊、第六潜水隊であった。1924年、大正13年5月15日、地区間は、第一潜水船隊から除かれた。12月1日の改定で、水雷母艦の類別は、潜水母艦と変更され、早くじらもそのまま、以降、名実ともに潜水母艦となった。 当時の第一潜水船体は、機関、北上、母艦、早くじら、第六潜水隊、第二十四潜水隊、第二十六潜水隊となった。末次少将、第一潜水船隊司令官は、革新的訓練指導を行い、訓練終了後の研究調査は早くじら、機関兼母艦で行われた。主に、中国方面で活動した。昭和に入り移号潜水艦、 巡船型や海外船が潜水船体の主力となると旅行潜水艦の潜水船体機関、母艦を想定していた、早くじら型では能力不足となった。海外船の水上速力は20ノットを超えていたので、ある。このため、潜水船体機関には5500トン型巡洋艦、軽巡浦、絹、いすずなどや新型の潜水船体用巡洋艦、 大ヨド型が配備もしくは建造された。また早クジラ型の管令も15年を超え、旧式化が顕著になった。新鋭潜水母艦の大クジラ、剣崎が相次いで竣工すると、潜水船隊機関の座を譲る。1938年、昭和13年9月4日、第一潜水船隊機関は早クジラから、以後第七潜水艦に変更された。翌5日、 第一潜水船体に大クジラが編入され、同艦は9月8日より第一潜水船体機関となった。早クジラは9月15日より第5艦隊付属第二根拠地帯に配備された。1939年昭和14年11月より練習艦となった。公開学校、運用実練習艦、兵学校、機関学校生徒用の練習艦として重宝される。 また日中戦争では、工作艦としても利用されたという。しかし、新鋭潜水母艦3隻、大クジラ、ケンザキ、高崎、未完成、後の随宝は、有事の際に、空母へ改造する予定であり、この3隻は順次、軽空母へ改造される。新鋭潜水母艦の空母改装計画により、早クジラ型2隻、早クジラ、長芸は、翌年11月から、 再び潜水船体機関に戻ることとなる。さらに、事前の予定通り、大型化客船を徴用して、特設潜水母艦とした。なお、早くじら型2隻は1940年、昭和15年10月11日に、横浜港域で行われた、紀元2600年特別艦艦式に参加した。同年11月15日、日本海軍は、第4艦隊を増強する。 第18戦隊、鹿島、天竜、達田、第6水雷戦隊、夕張、第29駆逐隊、第30駆逐隊等と共に第7潜水戦隊、潜水母艦、早くじら、第26潜水隊、両60、両61、両62、第27潜水隊、両65、両6、両67、第33潜水隊、両63、両64、 両68が編成され、早くじらは、同潜水船隊機関となった、司令官、佐藤務少将。1941年、昭和16年1月29日に、横須賀を出港し、南洋方面に進出する。以後、第七潜水船隊は、第四艦隊各隊、各艦と共に、南洋諸島方面で行動した。1941年、 昭和16年12月の太平洋戦争開戦時、早くじらは引き続き第4艦隊、司令長官、井上成美中将、機関、鹿島機関の第7潜水船隊、母艦、早くじら、旅60型潜水艦9隻、第26潜水隊、第27潜水隊、第33潜水隊機関であった。南洋部隊指揮官、第4艦隊司令長官、 井上成美中将の任務は、ウェイク島攻略、グアム島攻略、ギルバート諸島占領、ハウランド島方面総当であり、南洋部隊潜水部隊も、核作戦に投入された。早くじら、第七潜水戦隊機関は、クエゼリンに進出し、潜水艦作戦の支援を行った。第七潜水戦隊司令官、南洋部隊潜水部隊指揮官として早くじらに、正気を掲げていた。 大西晋三少将は、両六十型潜水艦の艦内環境は最悪で、南洋での長期行動には耐えられなかったと、回想している。また、早くじら乗り組の連度も低く、前任が、戦艦長との艦長だった、大西少将は、潜水艦育ちの人たちには、およそ遠藤い訓練なるが如く、司令官自ら放線を主催するの要なりと、苛立っていた。 ウェイクと攻略作戦中、第七潜水戦隊は、旅行第66潜水艦を衝突事故により喪失した、衝突した旅行第62潜水艦は、損傷なし。12月29日、ウェイクと攻略戦に参加していた、旅行第60潜水艦は任務を終えて、クエゼリン干渉に帰投したところ、同干渉の外北端で座礁する。早くじら、 第七潜水船隊司令官、大西晋三少将は、直ちに出動して、急難を試みたが成功せず、旅行第六十潜水艦は処分された、前、乗組員は早くじらに異常。1942年、昭和17年1月7日、早くじらは、トラック白地に到着した。同月中旬以降、第七潜水船隊、第二十七潜水隊。 第33潜水隊はトラック白地を出撃する。南洋部隊、第6水雷戦隊、第6戦隊、第18戦隊、第19戦隊等によるニューブリテン島のラバウルとニューアイルランド島のカビエン攻略作戦を支援し、また同方面の紹介に従事したラバウルの戦い。2月1日にベイクーヨークタウンとエンタープライズがマーシャル諸島を空襲した際には、 トラック白地に停泊しており無事だった。2月10日、7戦線の第27潜水隊は解体され、同所属2隻、両65、両67は、第26潜水隊に編入された。2月20日、空母レ・キシントンを機関とする、米軍機動部隊が、ラバウル東方に出現したため、トラック白地の南洋部隊主体、鹿島、沖之島、第6戦隊、 第十八戦隊などは対応のため出撃するニューギア沖海戦。早くじらもトラック白地を出撃し、二十三日に帰島した。二月二十七日、早くじらはトラック白地を出港、ボナペ、クエゼリン、サイパン方面で行動した。三月二十八日にサイパンを出発、四月一日横須賀に到着した。月日、日本海軍は、 第2弾作戦に対応して、戦時編成の改定を実施する。姉妹艦長クジラが機関を務めていた第6潜水船体は、解体され、長芸は、クレチンジフ部隊編入、同隊所属の第21潜水隊が第7潜水船体に編入された。第七潜水船体、早クジラ、第十一潜水隊、第十六潜水隊、第十三潜水隊は、 引き続き第四艦隊に所属して作戦行動を行う。この時点で作戦十字中の隊は第二十一潜水隊だけであった。四月十八日、アメリカ海軍は同リットル空襲を観光する。早くじらは横浜朝のドックで同空襲に遭遇した。早くじらに被害はなかった。四月二十二日には横須賀へ移動した。五月二日に横須賀を 出港、5月9日、トラック白地に進出する。以降、南洋部隊潜水部隊として、帰下潜水隊を引き、トラック方面の警備に従事した。6月5日府で第7潜水船隊司令官は、大勢少将から、吉富節三少将、元、第4潜水船隊司令官に交代した。7月14日、日本海軍は、第8艦隊。 司令長官三河軍一中将、三坊長、大西晋三少将、三坊、上重徳大佐ほか、機関、鳥海を新編する。第七潜水戦隊は、第四艦隊から第八艦隊、外南洋部隊、指揮官、三河軍一第八艦隊司令長官に編入された。また第七潜水戦隊の所属潜水隊も変更され、第二十六潜水隊と、 第33潜水隊は、第5艦隊付属に、天、第6艦隊所属の、第13潜水隊が第7潜水船隊に編入。7戦線は早くじら、第13潜水隊、1 2 1 1 2 2 1 2 3第21潜水隊、両 33, 両34となった。当時の早くじらは、トラック白地に停泊していた。8月7日、 米軍は、ツラギ島及び、ガダルカナル島に上陸を開始、ガダルカナル島の戦いが始まる。8月10日、早クジラは、トラック白地を出動する。8月13日に、ラバウルへ進出、以後は、同地で、作戦支援を行った。8月21日、連合艦隊は、第3潜水戦隊、当時、外内洋部隊指揮下で行動中と第7、潜水戦隊。 外内容部隊所属を、潜見部隊、第六艦隊に、編入、潜水艦部隊の統一式を加齢した。この命令により、第七潜水戦隊は、潜見部隊、指揮官、小松照久第六艦隊司令長官、機関、香取の指揮下で行動することになった。ガダルカナル島攻防戦の激化に伴い、第七潜水戦隊では、旅十三、 8月26日以後消息なし、8月29日沈没、1 2 3 8月29日以降消息なし、同日沈没が失われた。9月時点での第7潜水隊は、機関馬ヤクジラのほか、第13潜水隊1、1 2 1 1 2 2第21潜水隊、旅34となった。10月4日の連合艦隊命令作。 第25号により、潜見部隊指揮官、第6艦隊司令長官、機関、カトリは兵力部署改定、第7潜水戦隊は低潜水部隊となった。11月8日、早くじらはラバウルを出港した。11月11日、トラック白地に到着した。低潜水部隊は整備を行う。12月15日、 両行第100潜水艦は合潜水船体から第7潜水船体に編入される。両行潜水艦の配備に伴い、酸素魚雷の調整設備を持った長芸の第7潜水船体編入が決まった。1943年昭和18年1月6日、早くじら低潜水部隊指揮官イコール第7潜水船体司令官座場は内地開港となる。 指揮官不在の間、低潜水部隊は、潜県部隊指揮官、第六艦隊長官の直卒部隊となった。1月13日、早くじらは、クレに帰投した。1月15日、第七潜水戦隊機関は、長芸に変更され、同艦は、トラック白地経由で、ラバウルに進出した。早くじらは、クレチンジュフ練習潜水隊に編入され、 海軍潜水学校練習官として、瀬戸内海での訓練に従事した。4月1日、5潜水戦隊は、戦時編成から除かれ、第11潜水戦隊、第1艦隊小族が、心臓潜水艦の訓練と連成任務を継承した。10月16日、早くじらは、クレを出港する。潜水艦の来撃により損傷した旧カテカンマミヤ、10月12日、 米潜水艦セロの来撃によるの栄光作業を実施することになった。マミアは朝風丸に栄光されて、再起に到着しており、早くじらはマミア栄光を引き継ぐ。駆逐艦省や解剖艦域等に護衛され、17日に同地を出発、19日暮れに入港した。11月1日、日本海軍はクレ海軍交渉で未完成のまま放置されていた。 改め鈴屋型重巡洋艦いぶき、第300号艦、同年5月21日浸水の空母、改造工事を、佐世保海軍交渉で行うことを通達し、昭和20年3月末の完成予定を通知した。早くじらは、いぶきの栄光を担当することになった。11月中旬、エトルフ型海防艦、一気に護衛された2隻、早くじら、いぶきは、呉から佐世保へと移動する。 11月22日、佐世保に到着した。佐世保海軍交渉は、伊吹の空母改造工事を再開するが、同艦は未完成のまま終戦を迎えた。11月25日、第11潜水戦隊は、第6艦隊、機関、カトリに編入され、兵力部署では、第11潜水部隊となる。12月1日、潜水艦乗り組員急速大量要請のため、 早くじらや旅行第500潜水艦などにより再び、クレ潜水船体が再編された。また早くじらは、コンクリート船や公標的など多部隊の実験や訓練に協力することもあ。同年末には、町芸も瀬戸内海に帰討し、早くじら型は共に練習艦任務に従事した、長芸は第11潜水船体所属。1944年、 昭和19年7月28日、大本営海軍部、軍令部は、大会指第438号により、連合艦隊とクレチンジュフから軍艦4隻、ながら、長芸、鹿島、早くじらを、佐世保チンジュフの帰化に加え、第二航空艦隊、司令長官、福留茂中将の南西諸島方面物資輸送を命じた。これにより、早鯨型、早鯨。 長芸は、沖縄方面への輸送任務に就く。南西諸島方面と暮れ、佐世保を往復する、早くじら第1回、8月11日より、第2回、8月22日より、第3回、9月6日より、同任務中の8月7日、ながらは、米潜水艦、クローカーの来撃で沈没した。また8月22日には、米潜水艦防品により、津島丸が沈没した。 早くじらも第二次輸送の際に学童18名と教師1名の沖縄疎開に協力したという。9月18日、早くじらは佐世保港を出港し、那覇に向かった。9月19日午前9時15分、アメリカ潜水艦スキャバードフィッシュの来撃により、航行不能となる。駆逐艦会議等の支援を受け、早くじらは沖縄本島西の瀬底島まで栄光された。 10月10日、早くじらはアメリカ第38任務部隊による銃、銃空襲に遭遇して沈没した、水深10メートル地点。早くじらと共に、海脅しや、不設堤、高島なども撃沈された。早くじらの船体は1952年、昭和27年2月17日からサルベージー作業を開始、7月7日に不要、9月1日に、文字到着。 その後北九州で解体された。解体に先立ち、喫下公問証は、厚生省福院局に、官能の上、安国神社へ放納された。航空機は1930年、昭和5年度より14式水上偵察機を1機、搭載した。射出機は搭載されず、デリックで水上に下ろして運用していた。1940年、 昭和15年頃には94式水上偵察機を搭載していたらしい。8センチメートル広角砲2機は1940年、昭和15年頃25ミリメートル機銃連装2機と交換された。対戦中の機銃増備は明らかでないが、環境前に25ミリメートル機銃連装2機、その多度単装機銃10丁を増備していたとされる。また21号電探が、 全部マストのトップに装備された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。